申し込む。左手首骨折で亡き夫大島渚監督にもっと優しくしてあげれば。大島渚監督の妻で女優の小山明子83日8日放送のテレビ朝日系徹子の部屋に出演し、昨年左手首を骨折した時のことを打ち明けた。司会の女優黒柳徹子84日去年は去年で大変で左腕を骨折…と水を向けると、小山は東京自由が丘での出来事としてランチをして、そのインはマッサージに行こうと思ったら階段1段を踏み外したの。そのレストランで。そしたら1段踏み外したばっかりにポキッと折れたんです。左手首がと明かした。それまでは私骨折なんてしたことないという小山は、大島は右手が不自由だから大変だとは思っていたけど、自分がやってみて初めてなんて不自由なんだろうって。まだ右手が利くからいろんなことできますの右手でね。あ、パパは右手が利かなくてどんなにイライラしたことだろうと、脳出血の後遺症に苦しんでいた夫の心情に思い至ったことを告白。初めて申し訳ないことをした。もっと優しくしてあげればよかったと思った。励ましてあげたりはしたけど、実際はそんなに生優しいものじゃなかったですね、と後悔の念をにじませていた。なお、女優山本富士子86からはお見舞いにお菓子が届けられたという。